週刊文春電子版スクープ速報。一度自分の言葉であの時のことを説明する義務があると思いました。2021年12月に神田沙也加さんが急逝して約2年8ヶ月、恋人だった俳優の前山武久さんが8月27日発売の週刊女性で沙也加さんの死後初めて口を開きました。2021年8月の舞台王家の紋章での共演をきっかけに交際を始め、沙也加さんが亡くなった時も舞台マイフェアレディで共演中だった沙也加さんと前山さん。週刊文春で沙也加さんの訃報直後、前山さんが交際中に元恋人のアイドルと連絡を取っていたことに沙也加さんが悩んでいたこと、そして前山さんが沙也加さんに死ねよと何度もメンバーしていたことなどを商報しました。そこから浮かんでくるのは、死の直前まで前山さんとの関係に悩んでいた沙也加さんの姿でした。ところが前山さんは今回週刊女性でこのように語っています。二人の関係性で言うと、交際期間は2ヶ月ほどで、あの時マイフェアレディの公演中にはすでに別れていました。前山さんは沙也加さんが亡くなった当時すでに交際は終わっていたというのです。さらに元カノとの LINE のやり取りは神田さんと別れた後なので二股ではありませんなどとも主張をしていました。これに対し怒りの反論をする女性がいます。彼の話すことは矛盾が多すぎると感じました。このように憤るのは沙也加さんの幼稚園時代からの親友のちかさんです。死の直前、沙也加さんから前山さんの罵倒音声を渡された一人でもあります。今回改めて週刊文春の取材に応じました。沙也からはマイフェアレディが終わるまではいい関係でいることを約束し、それまでに今後のことも話し合うことになったと聞きました。そして週刊文春は今回前山さんに連絡を取りました。すると、亡くなった神田さんと私しか知らない真実が存在するということをご理解いただきたいですという言葉とともに、時系列を含めた詳しい説明がありました。現在配信中の週刊文春の電子版では、沙也加さんの親友が指摘する前山さんインタビューの矛盾点、それに対する前山さんの回答を詳しく報じます。ぜひ電子版の方で確認をしていただければと思います。週刊文春電子版では雑誌発売日の1日前にスクープ記事を配信中です。紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題。新機能の紙面ビューアーを使えば実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけます。コメント欄の URL をクリックして、ぜひ週刊文春電子版をご購読ください。